私の名前は金田恵理子。在宅ワークをしています。今年で30歳になりました。24歳の時に大学のサークルの先輩だった2歳年上の啓太の熱烈なプロポーズで結婚。幼稚園に通う5歳のさくらと3人で暮らしています。啓太は好きになったものに一直線な性格。結婚当時は私のことが好きでたまらない気持ちが嬉しくて結婚したのですが、今は娘のさくらに続婚です。ただいま。さくら、お土産のケーキだぞ。おかえり。声が大きいわよ。さくらはもう寝ちゃったわよ。ああ、もう？会社の懇親会2次会断って帰ってきたのに。明日は休みなんだしさ、俺が帰ってくるまでもうちょっと起こしておいてくれてもよくね。懇親会って言ってたから、帰りが遅いと思って。それに、さくらはまだ5歳よ。そんなに遅くまで起きてられないわよ。さあ、エリコはいいよな。ずーっとさくらと一緒にいるてさ。ああ、俺も仕事辞めてさくらのそばにいようかな。私も家で仕事してるのよ。それに、さくらも働いてるパパが好きだよ。え、そうか。じゃあ仕事頑張らないとな。あ、じゃあさ、明日はさくらが好きな喫茶店にプリンを食べに行こうよ。そうね、さくらも喜ぶと思うわ。だから、さくらをもう起こしたりしないでね。わかってるって。ちょっとだけ、さくらの寝顔を見てくるわ。こんな感じで、ケータは娘のさくらが好きで仕方ありません。新婚時代に私に夢中だったのが懐かしいような、ちょっとさくらにやきもち焼くこともありました。まあ、それでも、さくらが生まれてから、子育ても家事も協力してくれてるケータだったので、在宅で仕事をしてる私にとっては、夫としても父親としても100点満点かなって思ってたんです。そんなある日、ケータは仕事に行く途中に駅の階段で転んでしまい、足を骨折してしまいました。知らせを聞いた時にはびっくりして慌てて病院に向かいました。でも話を聞くと、しばらく入院すれば普通の生活に戻れるということで、私もさくらも一安心。病室に入ると、思ったより元気そうなケータがベッドの上に横になって、私たちにひらひらと手を振っていました。もう、知らせを聞いた時にびっくりしちゃったわよ。ごめんごめん、休みの日にさくらとどこにお出かけしようか考えててさ、ぼーっとしてたら段差に気づかなかったよ。パパ、足痛くない？びっくりしてさくら泣いちゃったよ。あー、さくらごめんな、心配かけちゃったな。でももう痛くないよ。ほら、あ、だい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 だ、痛い。あ、ちょ、こらこら、急に動かしたら痛いに決まってるでしょ。早く治したかったらじっとしてないと。だってさくらが心配してるからさ。ああ、そうだ、ここ個室だからさ、さくら一緒にここでお泊りしない？なことできるわけないでしょ。さくらに会えないなんて寂しいな。ああ、エリコはさくらとずーっといれて、俺は病院で一人っきりかよ。パパ、さくらもパパがお家に帰ってこないと寂しいけど、パパが良くなるまで頑張るから、パパも早く治すように頑張ってね。よっしゃ、パパ頑張るぞ。そんな話をしていると、病室の扉が開いて、一人の看護師さんが入ってきました。ああ、主人がお世話になります。こんにちは。挨拶をする私とさくらの前を素通りする看護師。は？何この看護師、挨拶もできないわけ？看護師はまるで私やさくらが病室にいないかのように、スタスタと私たちの前を通り過ぎていきました。そしてケータに近づくと、びっくりするぐらいの笑顔で話し始めました。金田さん、お痛みはありませんか？担当させてもらう朝日明菜です。え、ああ、どうも。お姉さん、看護師さん、かっこいい。お嬢ちゃん分かってんじゃない。お嬢ちゃんのパパもとっても素敵よね。は？うん、パパとっても優しいんだよ。へえ、そうなんだ。ちょ、ニタニタしながら患者であるケータを眺める看護師。私はありえないと思って
一言言ってやろうと思いました。あの、私忙しいんで、これで失礼しますね。奥様も用事が終わったら、お引き取り願えます？わからないことがあるなら、ナースステーションで聞いてくださいね。じゃあ。なんなのあれ。アキナの対応にものすごい不安と違和感を感じつつ、その時はとりあえず帰ることにしました。私たちが帰ってからというもの、その日の夜からケイタはさくらの様子や病院で一人でいるのは退屈だなどうるさいぐらい連絡が来ていました。けれどそれが2日過ぎるとケイタからパタリと連絡が来なくなっちゃったんです。ちょうど仕事も落ち着いたので、さくらと一緒にお見舞いに行って様子を見てこようと考えていました。でもね、病室に行くと不思議な光景を見てしまったのです。パパ、お見舞いに来たよ。あ、慌てるケイタ。そりゃそうですよ、だってさくらでさえあれと思うような状態だったんですからね。ねえママ、パパが痛いのは足なんだよね。そうよ、なんか変よね。パパ、なんで看護師さんにご飯を食べさせてもらっているの？でも使えなくなっちゃったの？そうなんです、ケイタが怪我しているのは足なのに、アキナがお菓子を持って、ケイタは大きな口を開けてあーんしているところだったんです。昼ご飯をまるで恋人同士のように食べさせてもらっていたの。パパ、いつから赤ちゃんになったの？ほんとね、怪我したら赤ちゃんに戻っちゃうのかしら。おい、さくら、親に向かってなんてこと言うんだ。だってパパ、あーして食べさせてもらってるんだもん。さくらの幼稚園にいる赤ちゃん組の赤ちゃんみたい。私はさくらのド直球で鋭い指摘に思わず吹き出してしまいました。でもケイタの方はカンカン。あ、じゃ、何を。おいエリコ、お前がちゃんとしつけないからさくらがこんなこと言うんだぞ。アキナさんがいつも俺のお世話してくれてんのに、礼も言わず子供と一緒に笑うってどういうことなんだ。だって本当のことじゃないの。あ、お前うるせえ。育児もまともにできねえ使えねえ嫁は黙ってろ。ケイタが声を荒げることは今までなかったので、私もさくらもびっくりして固まってしまいました。するとアキナがしたり顔でこうほざいたんです。あら、そんなに大きな声を出すと体に良くないわよ。まったく、奥さんは気が利かない女なのね。旦那さん病人なんですから、奥さんも気をつけてくださいね。はあ。するとケイタがさらにアホなことを言い出しました。アキナさん、ありがとう。やっぱり君は白衣の天使だよ。優しいんだよな、アキナさんって。なんていうのかな、こう癒しみたいな。いやー違うな、そうだ、もはや俺の推しだよ。はあ、もうやってらんない。娘にまで呆れられてんの、わかんないのかしら。私はアホ臭くなって、とりあえずさくらと病室を出ました。今まで優しかったパパが急に変わってしまい、さくらも戸惑っていましたしね。もうあの光景は、ケイタとアキナの間に何かがあると疑わざるを得ないと感じました。ケイタからは、次から連絡してから病院に来るようにと言われました。はーい、これも怪しさ満点。でも私はケイタの言うことは聞かず、数日後わざとケイタには黙って病院に行くことにしたんです。もちろんさくらが幼稚園に行ってる間に、私一人でね。そして、私の女の勘はバッチリ当たっていました。扉を開けて見えたのは、ケイタに抱きついているアキナの姿。私はそこでバタンと派手な音を立てて病室のドアを開けてやったんです。ちょっと、あんたら何してんのよ。あら、来ちゃったの。これからいいところだったのに。お前、来るときは連絡しろって言ったろ。来るときに連絡しろってしつこく言ってたのは、こんなことのためだったの。何言ってんだ、
お前が嫁として俺の面倒を見ないから、明菜さんがやってくれてるだけだ。はぁ、何言ってんのよ。どう見たって患者と看護師のすることじゃないでしょうが。私とケータが口論していると、それを聞きつけた看護主任のパニコさんが病室に駆け込んできました。ここは病院ですよ。何を騒いでるんですか？ちっ。明菜は舌打ちをして悔しそうにしています。いつもは優しく声をかけてくれるパニコさんの目から炎のようなものが見えているぐらい怒っていました。明菜さん、あなた他の患者さんのケアはほったらかしにして何やってるの？だってやっぱり私イケメンの面倒見たいんだもん。女とか子供とか年寄りのケアとかマジ勘弁。てか私を可愛い綺麗だって言ってくれる人じゃないと私頑張れないタイプなの。あんたっていう人はこの状況でよくそんなこと言えるわね。やだ主任さん、もしかして怒ってる？ああ怒ってるに決まってるでしょ。とにかくナースステーションに戻りなさい。明菜はケータにニコッと笑って私にはツーンとした顔で通り過ぎていきました。それからパニコさんはもうびっくりするぐらい私に自分の監督不行き届きだと頭を深々と下げて謝ってくれました。そして明菜をケータの担当から外すことを約束してくれました。パニコさんが部屋を出て行った後、私はケータに話を聞こうとしました。でもケータはブツブツ言いながら布団をかぶってしまい、口を聞こうとしませんでした。何か話しかけても、帰れ、一人にしてくれ、の一点張り。私はとりあえず、明日もう一度来る、とだけ告げ、仕方なく帰ることにしました。だけどまさかその翌日に、あんなひどいこと言われるなんて、この時は予想していなかったんです。翌日、私は意を決して病室に入りました。でも、ケータお待たせって、あれ？いない。どこに行ったんだろう。と、次の瞬間、扉が開いてケータが入ってきました。その姿はパジャマではなく、退院用に用意していた私服でした。え？どこに行ってたの？パジャマじゃなくて服を着て。ああ、ちょっと外出してたんだ。エリカに渡したいものがあってな。それを用意するためにわざわざ外出したんだ。私に？わざわざ病院から出かけて渡したいものって何？これだ。ケータが私に手渡したのは一枚の紙。そうです、これは。何これ？これって離婚届じゃない。どういうこと？見りゃわかるだろ、離婚届なんだから。もう俺の書くべきところは記入済みだから。いきなり何なの？どういうことかちゃんと説明してよ。俺はこの入院で愛とは何かということが分かったんだ。はい？あれれ、これってもしかしてダメなパターンかも。俺が今まで感じていた愛は偽物で、本物はこういうことなんだってはっきり分かったんだ。エリコだって偽物の愛よりも本物の愛の方が大事だろ。は？多分ダメだな、こいつは。本物の愛だとか偽物だとか言ってる意味がよくわかんないわよ。一体どうしちゃったの？俺は今までこんなに優しくしてもらったことがないんだ。本物の優しさに触れた瞬間をこの病院で初めて感じたんだよ。そして俺は明菜さんに本当の愛を教えてもらったんだ。俺は彼女のために生きることを決めたんだ。あー、やっぱりね。ダメだこりゃ。それでもはい、そうですかって納得なんてできません。だから聞いてみたんです、あんなに可愛がっていた娘のことをね。さくらのことはどうするのよ。今までずーっと可愛がってきた娘よりもあの明菜って看護師を選ぶっていうの？お前がやらなかったことを彼女はしてくれたんだ。あのね、患者のケアをするのは看護師の仕事だ。確かに桜のことは考えたよ。だけど俺は二人同時に愛することができないんだ。そんなことはお前がよくわかってんだろ。ちょっと待ちなさいよ、二人って私が入ってないじゃん。もう彼女なしじゃ俺の心が干からびちゃうんだよ。俺本物を知っちゃったんだよ。あのさ、
看護の仕事が本物の愛とか勘違い。お前がちゃちゃっと書いてさっと役所に出してくれるだけでいいから。ツッコミどころは満載でしたが、とりあえず離婚の話をいきなりしてくるなんてありえない、勝手すぎる。だから私は食い下がりました。じゃあ役所に出してくるねって、そんな簡単な話じゃないでしょ。さくらだってこれから育てていくのにお金だって必要なのよ。金金って、結局お前は俺を金のなる木だと思ってんだな。アキナさんの言う通りだわ。金のなる木ってそんなに稼いでないじゃない。金が必要ならマイホーム貯金で貯めてたやつを全部持ってけよ。金なんてくれてやる。俺は彼女さえいてくれれば何もいらない。それでいいだろう。あー、もう話になんない。とにかく許さない。あんたもアキナって看護師も私とさくらをそんなないがしろにするみたいな言い方して覚えてなさいよ。私はそう言ってとりあえず病院を後にしました。だってもうアホすぎて話についていけなかったんだもの。だけどそのまま家に戻ることができず、病院のベンチで魂が抜けたように座っていました。膝の上にはケータから押し付けられた離婚届。自分の手の中にある本物の離婚届に、あの話は夢じゃないんだと絶望してしまいました。これからどうしたらいいんだろうという言葉が頭の中にぐるぐる回っていました。そこにあの人がやってきたんです。こんにちは、話聞こえちゃった、ごめんなさいね。ああ、主任さん、私どうしたらいいんでしょうか。パニコさんの顔を見た瞬間、私はまるで子供のように泣いてしまいました。泣きながら話す内容をパニコさんはただただうなずきながら聞いてくれました。離婚届をわざわざ外出許可まで取って役所から持ってきたのね。そうなんです。今まではさくらのことあんなに可愛がっていたのに、まるで人が変わってしまったようで、私がさくらの世話や仕事で毎日お見舞いに来られなかったのがいけなかったのでしょうか。ずっと付き添っていたらあの看護師に夫を取られることはなかったのでしょうか。それは違うと思うわ。本当に家族を愛しているならこんなことはしない。どんな誘惑にだって負けないはずよ。それに家庭のある患者に色目を使うなんて、あんなのは看護師とは言わないわ。ですよね。で、ご主人は彼女のために生きるって言ってるのよね。そうなんです。じゃあなたは誰のために生きる？はっとしました。私はこの一言で大事なことに気づくことができたのです。私は娘のために、さくらのために生きたいです。自分でもはっきりと意思決定が済んでいることに初めて気がつきました。それと同時に迷いもきれいに取り除けたんです。なんだ、私もう決めてたんじゃん。そう、よく気がついたわ。大事なのはお子さんのことよね。ならお子さんが幸せになるためにどうする？答えは一つよ。主任さん、そうですよね。あんな男いらない。自分の気持ちに気づいたみたいね。いじじ。ん？何？失礼なこと聞いてもいいですか？ええ、何でも聞いてちょうだい。主任さんって笑い方変じゃないですか？よく言われるわ。やっぱり。やっと笑ってくれた。やっぱりママは笑顔が一番。いじし。主任さん。私が娘さくらのために生きると決めてから行動は早かったです。とりあえずさくらを連れて実家に帰りました。クズ二人について徹底的に調べ上げ、まずは退院してからようやく出社し始めたケータの会社に離婚届といろんな情報を持って乗り込んでやりました。ケータは大慌てであたふた。お前何しに来たんだよ。あんたのお望み通り離婚してやろうと思ってさ、離婚届持ってきたのよ。なんでよりによって会社に。私はケータのことなんて放置して社内の皆さんに教えてやりました。
皆さん、ケイタは私を捨てて看護師と一緒になるそうです。本物の愛を知ったとかでねえ、ケイタ。やめ。新しい女はアキナって言います。ケイタはベタボレ。どれぐらいベタボレかっていうと、うしししし。みんなが私に注目したところでバラしてやりました。くっそ恥ずかしいポエムの LINE やらメールやらをね。俺の足の骨が折れて、アキナとの出会いを果たし、世界は一瞬にして救われた。おい、アキナという言葉を口にすると生命の息吹に似た感動を感じる。愛という言葉がこんなにも輝く瞬間を俺とアキナ以外に知ってる人類はいるのだろうか。やめろ。アキナ、君はどうしてアキナなんだ。どうして俺はケイタなんだ。アダムとイブと呼んでくれ。俺とアキナ、アキナと俺にアキナ、アキナに俺、アキナ、二つの名前が並ぶ必然。やめてくれよ。もうケイタは泣きそうです。私はそれでも笑いをこらえながら黒歴史ポエムを音読。アキナのアは明日への希望のア。アキナの木は君という僕の生きがいの木。アキナの名は菜の花の名。ケイタ泣き出しました。そりゃそうですよ。だって会社の皆さん笑ってるし。白い目で見てる人もいれば、キモーって口にしてる人もいれば、アホだーって聞こえるように言っちゃってる人もいるんだもん。そして私はとどめの一言。あのさ、あのアキナって看護師、別の患者にもちょっかいを出しまくってるから、あんただけじゃないわよ。あの病院内にあと9人男がいるの。え？そのうち7人が既婚者だから、あんた大変よ。ご愁傷様。じゃあ私もうあんたキモくて無理だから離婚してあげるね。そう言ってきびすを返したんです。背後からケイタの泣き声と社員皆さんの笑い声、ささやき声を聞きながらね。その後弁護士さんと相談して、アキナに慰謝料、ケイタには慰謝料と養育費を請求。お望み通り貯金はいらないって言ってたから全額いただきましたよ。だって金なんていらないってはっきり言ってたもんね。ケイタはもちろん会社をクビになり、アキナも病院を解雇されました。ケイタは私に支払う慰謝料、それとさくらが二十歳になるまでの養育費を一括で支払うため多額の借金。アキナは不倫していた他のそれぞれの家族から慰謝料を請求されまくり、同じく借金地獄でね。とても払いきれないと思ったんでしょうね。アキナは突然とんずら姿を消しちゃったの。まあ数日後にひったくりと万引き犯ですぐに逮捕されましたがね。はい、これで犯罪歴も追加。ざまあ。ケイタはアキナに騙されていたことを知り、私に命乞いをしてきましたが、絶対に許しません。実家の前で泣いて暴れたり、ポエム書いて送ってきたり、こそこそ後をつけられたり、もうあいつ必死なの。あんまりしつこいからケイタも通報してストーカーで逮捕ってことにしてやりました。二人とも仲良く借金背負って牢屋暮らし。クズの慣れの果て、いい気味ですね。一方私はというと、さくらと実家で楽しく暮らしています。時々あの時に精神的に救ってくれたパニコさんと連絡を取り合ってるんです。パニコさん、私なんだか頑張れそうな気がします。頑張って、応援してるわ。辛かったらいつでも話聞くからね。はい、ありがとうございます。そういえばこの前さくらが看護師になりたいって言ってたんです。あら、パニコさんみたいな看護師になりたいって。まあ嬉しいわ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。